はようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイター、てるなりこうようです。本日はこちら、支笏湖南部にあるモラップキャンプ場へやってきました。何をするのかって？もちろんキャンプに決まってんだろう。バーチャル YouTuber が、リアルキャンプをするんだよ。これまで VTuber が集まってオフでアウトドアをやったことはあるかと思いますが、アウトドアをコンテンツにする VTuber は未だ希少のはず。だったらここで俺が、これまで制作した動画の経験を生かして VTuber でもキャンプ動画が作れることを証明しようじゃないかと。工夫すりゃ何だってできるんだよ。ルミナスタジオの編集力を見せてやろうじゃないの。とはいえだ、リアルの作業をバーチャルのアバターができるわけないのはすぐにわかるはず。だからといって軽率にリアルアバターに頼るべきかという葛藤もあります。そこでさっき言った編集力ってやつを発揮させるわけよ。例えばテントの設営、これはどう頑張っても V のものとして設営するのは困難を極めるでしょう。そこでだ、巧みなカットとハンドアクターを組み合わせて極力リアルアバターに頼り切らず、かつダイナミックな設営をしてみせましょう。さあ行くぞ、見てろよ。このギリギリが大事なんだよ。これで設営完了な。しっかり徹底してる感あったろ。この後は中に荷物を搬入して内装のセットアップ対抗。これで全セットアップ完了。ここで準備も完了したところなので、モラップキャンプ場が一体どんなサイトなのかご紹介することにいたしましょう。モラップキャンプ場は旧カメラ支笏湖が運営する支笏湖の2大キャンプ場の一つ。広いスペースのフリーサイトと近めの駐車場、さらには予約制でグランピングのように設営済みテントも用意されているので、ギアを持たなくてもキャンプを楽しめるのが特徴です。サイト料金も高すぎず安すぎない安心して使える設定。実際格闘はしっかり保全されているので、お手洗いも調理道も綺麗な状態で使えるのがポイントでしょう。まあ俺はここに来る前に下準備を終わらせるから調理道はほぼ使わんが、さて続いてはそんなキャンプ場で使うルミナスタジオのキャンプスタイルをご紹介いたしましょう。年々アップデートを続けており、今では照明も一つのポータブル電源に集約しております。設営の手間を省くため、今年よりインナーテントを設営せず、エアーマットレスを採用し、テント内のスペースをより広げることに成功いたしました。まあキャンプファイヤーとか炭火がないのはあれだ、ちょっと貸し出し中で使えないんだよ。まあでもちょっとね、あるものを用意しておりますんでね、ご安心ください。ちゃんとキャンプらしいことはしますから。テントも設営が終わって中身もセットアップした。この次やることといえば、特に定めていないためフリータイムとなります。なんだよね。まあとりあえずラジオでも流して適当に夕方まで過ごしましょうかね。でもこういうのもまたソロキャンプのいいところ、何でも自由なのは最高の気分転換になるんじゃないでしょうか。特にね、俺の普通のキャンプって言ったら大体が飯を食ったら何もしない、とにかくダラダラと SNS をやる。いいんだよ、それがキャンプなんだよ。